どうも、吉本プラモデル部副部長の Q 太郎でございます。はい、今回はですね、もう動画はですね、アップされてるとは思いますね。はい、こちらの、ザクタンクですね。はい、今絶賛作り中なんですけども、ザクタンクの台座ですね。はい、こちらにですね、こうちょっとやってみたいなということでございまして、こちらの方の作業のね、動画になります。僕らの、7日間1年戦争という企画のね、このザクタンクなんですけども、この動画がアップされた時に、このね台座も一緒に上げちゃえよっていう話になるんですけど、同じことをもうこれやってるんですよ。これにはね、こうしたいんです。で、これね、やってるもう途中にですね、この作業が入ってきてしまいましてこっちを先に上げなきゃいけないということでございまして、こちらの動画を先に上げたいということでございまして、台座は、ザクタンクの動画とは別でこれからやっていきたいなと思います。はい、というわけでこれなんですけども、まずですね、こちらにトノコ、これで前にも動画上げてますけども、全く同じ説明しますが、このトノコね、こういう粉なんですが、水で溶いたこの粉をここに練り込んで、この目地をね埋めてしまうということでございますんで、まずそれをやりたいと思います。はい、このようにちょっと水っぽいですけど、このようにですね、はい、これをウエスで練り込むということでございますね。はい、練り込みました。湿ってるんで、これが乾いたら、完全に乾いたら400番のペーパーヤスリで、ツルツルにしたいと思います。とりあえず乾き待ちですね。はい、というわけで乾きましたね。真っ白になりました。トノコがね、乾いて真っ白になりました。本来だってこうですから、はい、これがこういう感じになりましたね。はい、というわけでこっから、これは今度ですね、400番のペーパーやすりかーっと研磨して、でツルツルに仕上げたいと思います。まあこういう感じですね。こういう感じで、もうこれをひたすらって感じですね。はい、はい、すっごいです。すべっすべです。ほんとにすっごい気持ちいい。ほんとに気持ちいいですよ。こっちもザラザラですから、ザラザラ、すっごいすべっすべ、女性の内ももみたいな感じですね。すっごいすべすべです。はい、というわけでここにですね、ニスを塗っていきたいと思います。はい、というわけでこれに、ニスを塗っていきたいんですが、ですね、前回のこれですね、これの時は、このニスを使ったんですよ。この油性ウレタンニス、これがね結構ガチなやつですね。これを専用薄め液で、薄めたものを、塗って乾かし、塗って乾かし、何日もかけて何度も何度も塗って乾かししたんですよね。で、でこぼこした部分をヤスリでヤスって、2000番ぐらいまで、かけてね、平らにしてから、こっちのクリア吹いたんですけど、この。はい、なんですけど、で、まあ、これで、まあ、これはまあ成功っちゃ成功で、ツヤツヤしてるんでね、まあ、この上にジオラマ乗っけて、まあ、成功っちゃ成功なんです、これは。なんですけど、今回は、時間がないということでございまして、こちらに挑戦してみたいと思ってるんですよね。これ、ハンズで、東急ハンズで買ってきたんですけど、ニスコーナーに売ってて、速乾なんですよ、速乾で、さらにスプレータイプということでございまして。で、まあ、色はエボニー選びましたけど、まあ、これも色がいろんなパターンがあったんですよね。
こっちはね、こうオークっていう、まあ、木っぽくなるんですけど、こっちはエボニーとか、ちょっと暗めになるんですと思うんですけど、暗めの台座になると思うんですけど、まあ、暗めの台座の作ってみたかったということで、このこちらがどうなることかちょっと吹いてみたいと思います。ちょっとね、冒険なんですよね、これ失敗したらもう元も子もないんでね、時間が、とにかく今時間に追われてる状況でございまして、ちょっとチャレンジですけどやってみます。というわけで持ち手作りました。はい、両面テープ、強力両面テープでちょっと持ち手作ったんで、ちょっとこれ吹いてみましょう。ちょっと怖いんでね、遠くから、まあこれ使ったことある人はもう余裕だとかやばいよとか思ってるんでしょうけど、どっちかちょっと行ってみますわ。うん、あれいいねよく、あ、いいね、あれいいじゃん。あ、ちょっと吹きすぎたか。あ、ちょっと危ないな、これ同じ箇所をちょっと集中すると危険ですね。あ、なるほど、スプレー缶タイプなんで。薄塗りを何回もやればいいかな。え、マジすげえ一発だよこれ何日かけたって話っすよ。めちゃくちゃ時間かけたのに。何回も塗り重ねないとダメですね、どうやら。今は光ってますけど、今乾いてきたところがもうすごい艶消しなんですよね。ん？でもこっちは繊維かな、木目の繊維かな。いや、そんなことはねえか。乾いたら艶が落ちてくるから何回も重ねた方がいいのかな。ここはね、艶がないです。でもマット触れる、もうさ、もう早っ、もう触れる。ここはこれ、え、乾いてる。あ、乾いてる。あー、なるほど、木の繊維によってちょっと違いますね、これ。ここバーってこう切って、この木の繊維がここツルツルなんですよ。もともと木の繊維がツルツルだったんですけど。ああ、なるほど。ちょっとこれもでも速乾じゃ速乾ですけど、何回も塗り重ねないとダメっぽいですね。ちょっとじゃあそれで何回も塗り重ねましょう。はい、というわけでやっぱ持つべきものはね、頼れる部員ということでございまして吉本プラモデル部ジオラマ部長のね、清志くんに連絡したところ、ここね、あ、木がミスするんじゃないですかねっていう話だったんですよね。なるほどと。やっぱり何回も塗り重ねないとダメだということで、なんでちょっと今2回目塗ってみました。さすがに1回目よりやっぱりちょっとツヤ出てきましたね。ここ難しいね、やっぱ缶スプレーの扱いが難しい。この液たまるんですよね、ここ安らなきゃいけなくなっちゃいました。うん、ここなんかもすげえ液だまりがすごいんで、やすって、おお、ガーッとやすって、また何回もって感じかな。とりあえずまあ2回目、でも2回目でも結構表面っぽくなってきましたけどね。うん、はい、というわけでまあもう1回ぐらい吹きたいかな、もう1回ぐらい吹きたいと思います。はい、ちょっと2回目吹いたらちょっとザラザラ吹き方が悪かったのがちょっとザラザラしちまいまして、ちょっと今こう安いでちょっと削ってみたんですけど、こうやってもう慣らして2000かけて、で、あのエアブラシで綺麗に拭けるエアブラシでちょっとクリアの方拭いてみましょうかね。あのラッカートレーのクリア拭いて、じゃあツヤツヤになる。色はもうついた、ニスで色はついたんで、木に木目生かしながら、なんでちょっとヤスリで平らにして、ラッカ拭きます。はい、ちょっともう一回ニス塗ってみたくなりましたね。ちょっともう一回エアブラシニス塗ってみようかなちょっとやってみましょうかね。缶からこうシューって吹いてちょっと入れてみたんですよ。ちょっとやってみましょうか。うん、綺麗にツヤが出るんで、こっちの方が綺麗に吹けんじゃないかということで。圧強い方か。
こっちか。時間がないとこっちなんだよね。うわうわむずいな。ダメだ、もうお手上げです。これはもうお手上げですね。あーダメだな、これもう時間がなくて焦るとこうなるんですね。うーん、どうしたもんか。はい、一度落ち着きました。一度落ち着いて、深呼吸しまして、焦っちゃダメだと。人間ね、やっぱり焦ってもね、ろくなことがないということで、乾かしてから、もう一度トイレなんとかなんとかこうタクシー上げにしました。まあここはもう砂漠になっちゃうので、はい、というわけで、とりあえずこの側面はね、綺麗に光沢になったんで、いよいよここに紙粘土を持って感じですかね。ではとりあえず、まずね、これがここにマスキングテープでマスキングします。はい、というわけでマスキングしますっていうところでね、その後も、この過程をね、動画に撮ってたんですが、動画のメモリの整理してる時に消してしまうというですね、もう本当にハプニングだらけの私個人的にハプニングだらけの動画になりましたが、なので結局今もう最終段階のこういう形になっております。はい、マスキングの後はですね、こちらに紙粘土を盛りました。結構薄めにね、紙粘土を盛った後に、ちょっとざっとダークイエローで塗装して、その上にこちらの、レザリングカラーとかでね、ウォッシングしたという感じですね。はい、でとりあえずもう急いでフィニッシュということでございまして、はい、このように、なりました。はい、こちらのキットの方のね、動画は、また別で、あります。僕らの、7日間1年戦争リライズというですね、企画がございますので、まだもし見てない方がいらっしゃったら、こちらの方もね、ぜひ見ていただきたいなと思います。で今回はこの台座編ということでございましたけども、なかなか、急ぐと模型は、良くないってことですね模型はゆっくりやった方が、はい、だからプロはすごいってことですよ。納期に収めるね、ちゃんと締め切り間に合わすプロはすごいなということでございまして、はい、とりあえずこういう形になりました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。